なんかできもんね。めっちゃ痛いね。え、カメラ回ってるこれ。あ、回ってる？回ってんの？あ、言っといてよ、さっき。どうも。スプーンの裏側に映った綾野剛です。今回実は、イッチーが、俺の家にカメラを忘れて、で、まあ今日返すってなってて、で、そのまま、ちょっと、プチドッキリじゃないけど、まあプチドッキリみたいなのをちょっとやろうかなって思ってて、一応、こんな感じやねんけど、まあ本業僕ボクサーとして、まあもう2年ぐらいプロでやってるんですけど、まあもちろんね、ボクサーは人のこと殴ったあかんやろみたいなよう言われるけど、まあ一般の人でも殴ったあかんから、まあそのもし万が一俺がその人を殴ったとして、まあ逃げてるとして、まあイッチーはどんな反応すんのか、まあイッチーはもう俺らのこと思う友達思いやし、どんな反応すんかなと思って、プチドッキリみたいなのをちょっとやっていこうかなと思ってんねんけど、まあなんかほんまに真剣にマジで考えて、どないかしてでもその俺を自首させるのか、本気でかばって、何、証拠隠滅じゃないけど、どういうあれをするのか、ちょっとお楽しみということでご拝見いただけたらなと思って、早速始めようかなって思ってんだけど、どう来るんかな、どんな反応するんか、ちょっと楽しみですね。それでは行くんかい。まあ、こんな感じで、これ多分絶対わからん。まあ、電気消えてるし、まあ、いけると思うんだけど、帽子でちょっとあれしてるから。それでは、行こうかしら。こちゃゆうた。お疲れした。お疲れでーす。お疲れした。熱っ。今日、あれ熱いな。えぐいな。めちゃめちゃ熱い。2日前の話やけど、うん、これなんかまあ普通に遊んどってさ、うん、なんかよく分からへ んかおっさんみたいな、今酔ってるおっさんやなに絡まれて、若い兄ちゃんなんてどうだろうな、なんかあれ酔ってる感じの、うん、3人ぐらいおって、うん、めっちゃひつこかって、うん、もう俺もひつこいやつ嫌いから、うん、もうよ行こう行こうって言ったって言うんけど、ちょっと待てやみたいな、うん、もうよ無視していこうと思ったら、もう一人が、うん、イライラするわって言って、うん、なんやねんみたいな言いに行って、うん、何ちゃうのみたいな、なんかもう酔ってるおっさんやん、フラフラな感じやって、なんかちょっとなんかつかみ合いじゃないけど、うん、なんかそんな感じになって、そう、うん、でちょめってバッと止めとって、うん、あまりにもひつかってバッと止めとったら、うん、急に俺おっさんに殴られてん、うん、マジで、まあ、別にその一発ぐらいやったらもう酔ってるから何も思わなかったけど、怪我いけん、いや別に何もないけど、その酔ってるし、でなんかあ髪の毛つかまれて、俺がでも腹立ちすぎて、さすがに手はあかんかな、足やっていけるかなと思って、3時か足はあかんやろ、だ女の涙落ちる音が聞こえて、聞こえるか誰がそんな聞こえんねんで急にそのおっさんが土下座しだして、うん、クソお世話になりましたって、うん、3時やんそれで、なんか横におったおっさんも、うん、あの眉毛ぐるぐる巻きやってん、それも3時やんでもう一人のおっさんが、うん、なんか刀持っとって、うん、で、麦わら帽子かぶってんねん、うん、で、腕機械やね、うん、で、足骨やね、うん、で、なんか嬉しくねえぞこの野郎ってなんか10本気に一回言うねん、そいつ、うん、で、おっぱいめっちゃでかいね、うん、麦わらの一味全員固まったやつ全員圧縮したやつやん、もうじゃあもうそれは置いといて、その話置いといてやねんけど、で、バーってなって、うん、でもう決定もうてん、もうひつこかったから、あまりにももうそうするしかなかったんちゃうかなっていうぐらいやって、うん、もうとりあえずどっか行けっていう意味でボーンって蹴って、こう後ろからバーンって掴まれて、うん、でも後ろかっこ後ろ蹴りみたいな言ったら、もうどけみたいな感じで、もう顔面蹴るとかじゃなくて、もうこの辺にもうバーンと押して、押すと足で押したみたいな、うん、って感じやって、バーンと押して、もうおっさん多分ブチ切れて、うん、もうグワーン来てん、とりあえずもう酔ってるからこかしたろと思ってバーンこかして、うん、でもうそのおっさん押さえとって、それを見たらもうバーっていって、もうええねんせえよみたいな感じでバーってなって、うん、でうわこれヤバいやつやなと思って、でもう連れて行こうと思って、あ、おっさんの路地みたいなとこ入ったんや、うん、そいつはもう連れて行くために、うん、でバー連れて行っとって、ほんならそのおっさんがまだひつこがって、マジで、でもまたガーンなんか髪の毛つかまれたから、うん、これヤバいわと思って、うん、腹殴って、ガチでひつこがったから
で、そのおっさん3人おって、そのおっさん2人まだ一緒におったやつとなんかやってるから、うん、ほらもう1人おらんから、うん、もう1人はって言って、知らん、そこら辺寝てるわみたいな、酔いつぶれて寝てるから行ったらやって言って、うん、まあ、もちろん周りには人おらんかって、もうさすがにしつこいし、うん、もうめんどくさなって2人とも殴って思ってさ、残りの、うん、ガチでやばいやろそれは。そんなにどうしようかなと思って、いや別にまあそんな、まあ、死みたいな感じはなってたけど、死んでない。いやそれはさすがにない、絶対ない、死んでない。どうしたのそれ、掘って帰ってきたの。うん、だからもうそのおっさんらを暗いとこバーン、もう草むら投げたじゃないけど、誰もおらんような路地みたいなところで。いやでも殴るのはあかんやろ。いやほんまにマジでもうこの絵やったらしつこいし、絶対あかんって、まあ、死ぬで軽くやし。いやいやそんなんもうプロってもう狂気やん。いやけど絶対あかんやろそれは。それを考えれるやろ青は。普通やったら、いや普通やったら考えとってんけど、いやあんまりにもひつかかったし、いやほんまに終わらんし、いやポリ呼ぼうかなと思ってんけど、いやそれが言っちゃよかったんて。もうめんどくさいし、それでもしなんか帰るの遅なってもだるいな。いやいや軽く軽く、いやいや関係ないで、あとあと絶対ややこしいことになるって。そんなどうすんこれ、もう本業がプロボクサーやのに本業でもやらかしてもうてるやん。いやでもバーン殴って、あとちゃんと除菌シートで拭いて。俯瞰でええねん、どこ気にしてんねん、ボケるとこちゃうやろ。いやほんまに、じゃあじゃあほんまにほんまにそんなんじゃなくて、マジで、え何考えてるの。いやでもほんまに、いやほんまあんまりマジで、おかしいでちょっとほんまに。それはいやまず第一のことを、うん、それは間違いない、そんなんするやつと思わんかったわ。いやほんまに、いや俺らってそういうとこ一番ちゃんと気にするタイプ。それはほんまになしやで。え、どうするん。いやまあポリに帰ったら終わんだよほんまに。いやでも絶対周りカメラとかなかったし、暗いところだったから。いやでも向こうも結構飲んでて、もうほんまにもうパンだけでもうバーン倒れたから。いやそりゃそうやろ、パンが俺らの本気が青葉のパンやから。言うたら死ぬってほんまに。殴ったのが分かったんだ。分かるやん、絶対分かってたやん。いやほんまそれはちょっとがっかりやわマジで。絶対当たり前のことやん、それ。まずポリ飛ばれても俺の名前も分からんし、絶対結構ベロベロやったからおっさんも。そこが救いやよな、ほんまに。隠すんやったら、ここまで、どこでもめたん？と思うんだよ。パチンコ屋の裏。そう。そこはちゃんと見て、殴れるなと思って。ああ、そこ考えてるだけ、ほんまにまだ。ポリ行くわけにもいかんし。いや、ほんま誰も言わんことやん。いつも多分分かってなかったと思う。おっさんも悪いけどな。あ、でもそのおっさんが言うには。ふざけんなよ。こんな真剣に考えてるのに。じゃあほんまに、うん、おっさんが言うには、うん、一つの家の大秘宝を探してるって言ってて。海賊はそいつふざけらんでええやろ今は。考えようや、やばいでほんまに。でもそのおっさんが言うには、また腕とかが伸びるらしい。ええって、俺結構考えてるからね今。ほんまにほんまにほんまにさえない。ちょけたなのはわかるけど、いやちょ結構やばいからな、うん、ほんまにほんまに。でもおっさんが言うには、やばいやしつこすぎやろ。なんか最近5校に入ったんでね、うん、4校の中に入ってきた。ルフィやで、ルフィやで、それルフィやで、はい、もういいやろ。でもう一人のおっさんが言うには、やばい、螺旋が打ってくるらしい。やっぱりしつこいよ、わかるで。ちょけたいの、いや俺青のこと心配してるからな。ごめんイッチ、見て。何を何を見て見て、ここ見て、これ見て。お前って待って、分かりにくすぎやろ。ガチで分かりにくい。やりすぎやん。俺が人のことを殴るわけないやないかい。いやほんまにやばいやんそれは。いや最低やで。俺結構やばいこと言ってるから。これあ、シシキで出さない。これあれちゃん、話してる内容ほぼカットやろ。いやもうパカやろ、使われへんやろこんなん。普通に一緒におった子の名前も言ってるやん。ほぼピーやな。やばいやん。てかそれはせんの。何がさっきの話。え、何の話。やばいやん、こわ、こいつ、こいつ、こわ、こいつ、こわ、やばいって。え、何これ撮ってるの。やばい、ちょ、えぐいって。ガチでやばいな。
バリだるい。ほんまに使われへんの？おいおいおい、とんなよ。とんなよじゃないね。とんなよじゃないね。ちょ、これほんまに使われへんって。やばいこと言いすぎてる。さすがに。うわ、もうこれだるいって。だいぶな。誰が路地裏連れてっておっさんしまくね。いや、ほんまに。ちょ、俺絶対あんまそんなせえへんな。思ってたけど。うん、せえへんもん。そんなん言われてやん。いや、急に呼ばれたし。うん、もうさ、動画撮れんやったら絶対エンジン切るやん。車の。ああ、うるさいしな。そう。だから、そんなんまず考えられんから。ほんまに笑われへん。ほんまに。こっち必死で考えてない。ひとつだけが大秘宝が。あ、変わらんかった。うん、あ、おっさんが言うには腕が見て。おかしいやろ。腹立った。腹立つやろ。心配して言ってんのに。おかしすぎやろ。でもよかったけど、なんもないから。まあ、めんど。いや、元はといえば、自分がカメラ忘れたから忘れて悪いんや。それで、それでかけてきた。やばいって。しかも結構嫌な感じやな、これ。嫌な感じやな。もうほんまになる。多分、笑うポイントゼロやね。ゼロでしかない。ガチやもん。ガチやな。なんか途中でちょけ出すけどや。無理やし、そんなん今。俺は、いや、ルフィやないかい。とか、ワンピースやないかいって言ってほしかったのに。いや、もう言う。ちょめって。言うちゃって。ほんまに。ほんまに嫌いや。頼むぞ。いや、頼むぞじゃないや。いつでも構えとけよ。構えてたよ。構えてた結果がこれや。死んでんねん、ガチ殴ってたら。死んでるよな。いや、ほんまに一般の人やん。やばいって。死んでるな。ほんまそれぐらいやからな。絶対も普通の人でもさっき青を見てたやん。一般の人も殴ったあかんって言ってたやん。ほんまに殴ったあかんもん。よう言われんもん、ボクサーやったら。なんでか知らんけど、絶対一発目に、プロやったらほんなら人殴ったあかんじゃんって。ああ、まあ、誰でもっすけど、みたいな。いや、誰でもそうやけど、みたいな。プロやからとかじゃない。うん、誰でもやから。いやー、ビビった。いや、ビビるやろ。うざいわ、もう。てか、うまいな。何が？こういうの。うま？うん。なんか、ちょっと腹立つな。ちょ、だるいって。いやー。マジするいや、まあ。なあ、俺やからっていうのも余計ちゃん。俺やから。ほんまや、しかも舞台やし。なんか、ほんまに俺信じきってたって。信じきってたもんな。ちょっと怒ってたよ。うん。ほんま心配しょん。信用、信用なくなるんじゃない今、なんか言うてたよ。お前はそんなんせいちょっと。ちょっと待って、はっずそれ。何もやってない。暑かった、あの時。だるるわ、もう。暑かった。うん、ガチだよ。めちゃくちゃ暑かった。やけどした思ったもん。ほんまになる。うん、ま、あん時のバーに焼きそば UFO かなんか持ってったら、お湯沸かせんで。沸かせるか、そんなもん。お湯沸くで、多分。沸くか。疲れた。疲れた、もうしんどい。もう帰る帰る。お疲れ疲れ。はーい、ありがとう。みんなありがとう。お疲れ。暑いな、これ。帰ろう。お疲れ、お疲れ。帰ったんで。あ、カメラ忘れてて、ドッキリまたやろうか？もうやろう。もうエンジン。帰りましたわ。帰りましたわ。というわけで、まあ、プチドッキリというかね、まあ、結構リアルな話のドッキリなんですけど、結果は、カップラーメンは3分ぴったしより2分半の方が美味しいということが分かりました。以上でーす。